さあさあ、もう寝る準備できましたね。寝ますね、もうその前にね、うん、みんなにさ、声を聞いたじゃん。はい、今日はいじられると思ったんで変な聞き方しませんでした。変な聞き方してない。うん、みんなの恋バナ聞かせてプリミちゃん。あれ、そんな言い方したっけ。プリミちゃんとはプリーズミーちゃんでしょ。あ、なるほどね。うん、それでどんなのが集まりましたか。読んでいくね。はい、かわいい。体育祭で一緒に踊ってくれた男の子といい感じになってます。甘酸っぱくない、なんか甘酸っぱいな。なんかうまく喋れない。なんで私どうしちゃったの。酒でも入れた方が良かったかしら。ダメよそんなの。ダメだよってダメよ。なんかそのままで十分面白いんだけど。え、何？いい匂いする。あ、本当？太陽みたいな匂い。あ、最高じゃん。あんた太陽みたいな匂いすんの。うん、あんた自信持ちなさいよ。あんた太陽みたいな匂いすんだから。誰なの？え、待って、これも超可愛い。中学2年生の林間学校のキャンプファイヤーで好きな人と隣になって初めて手つなぎました。手でだって。え、何あんた、え、女子中学生からの支持熱いの。ニコラモデルなの、あんた何なの。ねえ、なんでこんな甘酸っぱいのしか来ないの。ニコラモデルのさ、中学生の支持えぐいよね。ニコモってモはさ、モに丸ね。ニコモなの。いや、林間学校だって。中学の時林間学校ありました。何林間学校って。修学旅行のキャンプ寄りのやつじゃない。噂には聞いたことがある、うん、僕も林間学校の経験はないけど、でもキャンプファイヤーはしたな。したことある。校長先生がさ、山の神にさ扮してさ出てくるみたいなくだりなかった。あったんだけど。ある。あれって全部一緒なのかな。もうエモすぎて倒れそうなんだけど。いい子なんだね。そんぐらいの年頃とこと手繋ぐなんてもう絶対したくなかった。絶対わかんない。ほんと不潔みたいな感じ。私思春期強かったからさ。甘酸っぱいね、かわいいね。甘酸っぱいね。忘れないでって感じ。忘れないでほしい、ね、もうこっちたらさ、忘れちまったからさ、うん、マックのさ、空のすっきり白ぶどうで取り戻そうとしてんだけど。その甘酸っぱい気持ち、ね、あんた。そう、全然取り戻せないんですけど。当たり前じゃん。飲料じゃ無理だろ。みんなは今のうちに思いっきり楽しんで。はい、あと2週間で遠距離彼氏に会える。3ヶ月ぶりだって。いやちょっと何時だと思ってるの。お母さんみたいなこと言っちゃったじゃん。あんた何時だと思ってんの。何ヶ月ぶり。3ヶ月ぶり。うん、えぐいね。楽しみだね。あと2週間か。いいね。思いっきり楽しんでほしい ね。かわいいのあるぞ。また何。これ多分男の子なんだけど、うん、人生で初めての彼女が苦闘でできた。わらわら。で次夏祭り行く。わら2人でどっかかわいいな。え、かわいすぎ。夏祭りいいじゃん。ちょっと無理。もう私は浴衣とか着んのかな。いえー、私ね、どうした。恋愛は今別にしたいわけじゃないんだけど、うん、出会ったらさ、うん、したいことランキング堂々ナンバーは花火見に行くことだ。あー、行きたい。なんで花火ってこんないいんだろうね。ね、なんなんだろうね。儚いからかな。あー、なのか。なんかスケールの大きさとは儚さじゃない。人生で初めての彼女は一人しかいないから、思いっきり楽しんでほしいね。ね、確かにそうだね。うん、最近1年以上好きだった人と連絡するのを自分からやめました。たまたまるいちゃんが浮気したことを両親に報告したという動画をこの間見てフォローさせていただきました。その YouTube を見て自分の考え方が少し変わりました。ちょっと待って、すっごいありがとうなんだけどさ、私浮気してないそれ。浮気したことって言わなかった。浮気されたね。待ってさ、これさ、報告さ、どうなるのかな。あの、急にごめんね。あのさ、私今彼氏いるでしょ。うん、2人にも紹介したことあるよね。うん、すごいいい人じゃん。うん、あのさ、うん、そんなこと言いづらいんだけど、うん、浮気しちゃった。何がしたいんだよ。チクチクチク。だからお前は売れないんだ。チクチクチク。浮気して実家戻ってきて、実家があるからいいよそりゃ。全員何がしたいんだよ。ちょっとお父さんの真似ちゃんとできなかった。ありがとう。それはね、本当にね、めちゃくちゃ多くて、その動画から入ってきてくれて、うん、まあ、結構恋愛相談をめちゃくちゃしてくれる女の子が多くて、うん、すっごい嬉しい。なんでかって言ったら私リアルで恋愛相談されないのよ。参考になるわけがないじゃん。ごめんなさい、鼻出ちゃった。
けどね、みんながね、うん、そうやって話してくれるのが、ね、すごく嬉しい。すごくない？1年追い続けるってマジですごくない？すごいと思う。私自分に興味ないって分かった瞬間マジどうでもよくなっちゃうんだよね。難しいよ恋愛って。ほんと恋愛っていうか、なんかこの気持ち分かるから、なんかさ自分で分析した感じなんだけどさ、うん、私今までなんかこの人自分のこと好きなのかもしれないと思ったり、うん、まあ好きですって言われると好きになるタイプなの。だから自分発信で好きになったことって本当に人生で1回しかないの。2回か、ごめん、2回だった。どっちも実ってないんだけど、だから本当そうなの。それは実ったことがないの。そうなの。自分発信で本当、あ、この人好きって思った人と付き合ったことがないのね。でもそれって多分なんか自分に興味がないんだなって分かるとどうでもよくなっちゃうっていうか、プライド高いの私マジで。あー、なるほど。だって勝ち負けで考えるもんね恋愛をね。思うわけがないもんねそんな人が。だから嫉妬しちゃうみたいな、うん、なんかこととか結構相談されたりしてもさ、私マジで嫉妬したら絶対負けだと思ってるね。少しでも自分の方が好きっていうのとこ所作を見せたら負けなの、うん、男なんかすぐ調子乗んだから絶対にもう負けちゃダメそこは。なるほどね。毅然としてない。だから失敗してんだよ。うん、だからなのかな。負けたくないの絶対に。この恋は負けらんない。あ、素敵。新火曜ドラマ爆弾。この恋は負けらんない。大学時代、違うキャンパスの食堂でたまに会う可愛いなと思ってた子が後の嫁。あ、また顔面クオッカちゃんかぶりです。どかしてあげる。よいしょ。わあ、さあ、やばくない？一番かっけんだけど、後の嫁。やだ。うわー、なんかうわふう。どうやってこう持ってったんだろう、嫁まで。嫁までね、持ち込んだんだろうね。嫁持ち込み。嫁持ち込み、なんか嫌じゃない？嫁持ち込み。ここってよ、嫁持ち込みかだっけ。あ、招き猫だから全然 OK だよみたいな。あ、そっかそっかそっか。何それ、意味がわかんない。何それ、何すんだよ嫁持ち込んで。後の嫁は強いぞ。強い。遠距離恋愛1年頑張ったんですが振られちゃいました、ね、近くにいないと心配みたいです。もう1年後に仕事辞めるみたいなんですが、このまま距離を置いて1年後に連絡した方がいいですか。相談だねこれ。振られちゃったんでしょ。むずあんな、うん、どうした。あんなって言ったのあなただよね今。びっくりした。なんか難しい。なんか言おうとしたのは、距離を理由にダメになっちゃったんだったら、うん、って言おうとしたんだけど、うん、距離はだいぶ理由になるなと思ったの、うん、物理的な距離ってマジで本当心の距離になるじゃん。本当にどうしようもないことな気がしてて、だから仕事辞めて連絡取るのは全然ありだと思う。でもなんか私過去に見たのが、まあ、距離は本当にもうしょうがないことだと思うんだけど、なんか自分のやりたいことがあるから、うん、別れようみたいな言ってきた男がいるんだけど、うん、なんかそれの2週間後に新しい彼女いたみたいなことがあったの。友達ね、うん、理由付けって結構あるじゃん、いろいろ。だから1年後にもしその子に彼女がいなかったらの話かなっていう、うん、ここには収まらないほどたくさんあります。だからそれは聞いたんねん。それは聞いたんねん。疲れてる。小3の時に告られてもらったブレスレットをその日になくしました。ごめんね。小3だなぁ。かわいいね。え、小3の時告白とかいう概念あった？私はなかったけど、私ね、告白の代理よく頼まれてた。るいちゃんさ、かずきくんに好きって言っといてもらっていいみたいな。え、何その顔。なんか NG ファード言った？告白頼まれた、それがなんかかずきくんだって。こんな奇跡ある。良かったんだよ、足速くて。うわー、出た。足の回転率が良かった。あの足の回転率。そう、あのね、フォームは汚いんだよ。え、じゃあ別にみんな周りは告ったり告られたりしてた？してたよ。私はマジで男嫌いのピーク小学生だったから。なんでだよ。ほんと無理だったね、男。一番男とか女とかがないのが子供の時じゃないの？小5小6エグかった、私の男気で。なんかされたの？ドラマのライフがマジで良くなかったと思う。あの時小学生だったの？小4だった。うわー、そっか、衝撃だったね。あれはやばかった。佐古くんがマジ気持ち悪すぎてさ、ほんとなんでそんなことすんのみたいな。懐かしい懐かしい。
あの曲にさ変な声入ってるっていうやつね。お母さんって聞こえるっていう。何あの噂。ね。マジおもろいね。ね。マジ中学生じゃない。わかる。ガラケーって感じだよねなんか。あのドラマ視聴率えぐかったんじゃない？みんな見てたもん。みんな見てたよね。ごめんなさいねえからって言ってたよね。ね。小学生の時にそんな告るとか告られとかあったのかな。僕は蚊帳の外だっただけかな。ああじゃない？あでも小6ぐらいの時になんか一緒にいつも帰ってる男の子の友達がああやってなんか広角にコックってくんのマジやめてほしいんだけどとか言ってて、うん、ちょっとキモいなって思った覚えある。マウント早くない？わかんない別にマウントじゃないだろうけど。えマウントだってそれマウント取られたんだよこいつ。マウント取られたの？そうでしょ。そうこんなことよりなんか帰りながら声から始まるリズムに合わせて早くやりたくてしょうがないからそういうのいいから早くリズム取ってもらっていいですかって思ってた。マジでめっちゃやってた。わかる。たまにさ声を4って言ったら絶対声を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 って一発目から入んなきゃいけないのに、うん、声を4って言ったら声を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 って言うやつがいたの。いやそれダメだよアウトだよって一発目で声って言わなきゃいけないんだよその瞬発力を問われてんだから4は声を4はって急に来る声を4はその一発目の瞬発力を問われてんだからって言ったらえ声を声を声を声でいいんだよって言い張ってめっちゃ喧嘩したの。こいつ何言ってんだ言ってんじゃねえか頭って思ってたの。声を4のはこの一発目の瞬発声を2時の声量じゃない木造アパート2時の声量じゃないあんた。熱くなっちゃってすいません。でもマジわかるわ。蘇ってきた。マジわかるわ。それもさ一発目を言えるかね言えるかってこっちは4って4を繰り出すんじゃん。なのでここ一発言わないって手だけ叩く意味わかんないじゃん。でもそれで3-1になったことがあるの。僕以外の3人は絶対これこよ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 で合ってるって言い放つときあってます全員赤さん連れてこうかと思って。なんで赤さんがね学校行こうがさ TBS やったら頭いやんマジでマジで。でもこれおいおいこんなことが許されていいのか日本って思ったの。でも政治ってそういうことなのかもね。正直がさマイノリティでさ曲が間違ってるって思ったの。そうそうそう。そんなのでだいたな。でもそうやって大人なんだよね。でも私それが流行った時期一個もルール理解できてなかったからルイイってルーイってやってやだ絶対一緒にやりたくない。面白かった小山な。やっぱさいいよね。なんかエモって私生きる意味だと思ってんだよね。エモに浸るために生きてんじゃないかな。人って年取るんじゃないかなと思うくらい私エモいって感覚大好きなの。結構深いこと言ってると思うぞそれ。嘘、うん、なんかなるほどなって思っちゃったもん。本当、うん、その渦中にいる時って何とも感じてないの。例えば今この家でこうやって喋ってることも何とも感じてないんだけど、うん、多分2年後に3年後とかに違う家に住んでるとするじゃん、うん、そしたらこの家のことを思い出してもう超胸がこうってなるの、うん、それを味わうために生きてるんじゃないかなっていう。もちろん今も楽しいんでしょ。当たり前当たり前、うんうん、なるほどね。確かにそれはあるかもしれない。なんか誰か来てるね。カズキえあの回転率な早い足で飛んできたのよ。早いからやば好きになっちゃうね。え何になっちゃう。好きになっちゃうね。好きになっちゃう。エロイさん告白しといてよカズキ。よおやすみ。寝よう。おやすみ。